生体認証。生体認証とは、バイオメトリック、バイアメトリック認証あるいはバイオメトリックス、バイアメトリックス認証とも呼ばれ、人間の身体的特徴、生体機関や行動的特徴、癖の情を用いて行う、個人認証の技術やプロセスである。生体認証では、通常、テンプレートと呼ばれる情報を事前に採取登録し、認証時に、 センサで取得した情報と比較することで認証を行う。単に画像の比較によって認証とする方式から生体反応を検出する方式まで様々なレベルがある。暗証番号、パスワードや物による認証では、忘却や紛失によって本人でも認証できなくなったり、漏えいや盗難、そ当たり等の攻撃によって他人が認証される恐れがある。 生体情報の場合はそれらの危険性が低いと一般には考えられていることから手軽な認証手段、キー入力や物の携帯が不要、あるいは本人以外の第三者が本人と共謀した場合でも認証されると防止できる手段として建物などの入り口、キャッシュカードやパスポート、入出国時などの認証手段に採用されている。しかし、広く一般に使用されるためには、 怪我、病気、先天性欠損などによって生体認証ができない人々への対応も必要になる。また、経年変化によって認証ができなくなったり、複製によって破られたりする可能性がある。生体情報はパスワードのように任意に更新することができないため、一度複製により突破されてしまうと、同一の認証基盤ではもはや安全性を回復できなくなる。 致命的な問題を持っている。現時点では実際に生体情報の複製や偽装に対する安全性が疑問視されている製品もある。口実のセキュリティの項を参照。現在、利用件数が多いものには指紋、瞳の中の交際が挙げられる。金融機関が ATM に採用したことで手のひらや指の血管の形を読み取る、静脈認証も利用件数が増えつつある。 また、携帯電話、スマートフォンにも採用されている。他にも、声紋、顔形、筆跡などによる認証が実用化されている。認証の際には専用の読み取り機を用いて、生体情報を機械に読み取らせることで本人確認を行う。生体認証単独で用いられるだけでなく、カードやパスワードや暗証番号と組み合わせることも差は、 生体認証への利用に適した生体情報の条件としては、すべての人が持つ特徴であること、同じ特徴を持つ他人がいないこと、時間によって特徴が変化しないことが挙げられる。一卵性創生児の身体的特徴は同じではないかという疑問が挙げられるが、指紋、交際、静脈パターン、ほくろの位置や数などは DNA の延期配列で決定されないので、 遺伝子が完全に一致する一覧性創生児でも異なっている。単独では十分かつ確実な認識率を得られない場合、しばしば他の生体認証方法やその他の認証方法と組み合わせて使用される。生体認証に関係する国際標準規格は ISO、IECJTC1、SC37 が専門に審議を行っている。現時点でビオアピ、 インターフェース、クベフ、データ構造などの規格が国際標準として発行済みである。他に ISO, IEC JTC1, SC17, IC カード技術 ISO, IEC JTC1, SC27, セキュリティ技術 ISO, TC68, 金融分野 ITUT, SG17, 通信技術 ICAO, IC パスポートなどの国際標準化機関も生体認証に関連する企画化作業が SC37 と連携して進められている。生体認証では原理的に本人であるにも関わらず本人ではないと誤認識してしまう。本人拒否率第一種化後、偽陽性と他人であるにも関わらず、本人と誤認識してしまう。他人受け入れ率第二種化後、議員性が トレードオフの関係にある他人受け入れ率を限りなく例にしようとすると本人拒否率も高くなってしまうため一般的に実用化されている生体認証では他人受け入れ率が例ではない状態となっている第1子化後と第2子化後も参照そのため銀行 ATM などでは生体認証と暗証番号を併用し両方の入力を求めることによって高いセキュリティが 確保されているとする。音声や筆跡など、当人のその日の状態に依存する認証方法よりも、指紋、静脈、交際といった当人の状態に依存しない、認証の方が精度が高いと言われているが、しかし、これらの認証方法を使ったシステムでも、セキュリティ上疑問の残るシステムも出回っている。現時点では、これまでのパスワードなどの方法との併用が、現実的かつ安全。 確実な手段である。数百円程度の費用で実現可能な攻撃方法も複数知られている。具体的には、ゼラチンやシリコンラバーで作った人工紙で多くの指紋認証システムを通過できる。紙で作った人工交際で交際認証システムを通過できる可能性がある。簡易な顔認証では本人の写真で通過できるものもある。 静脈認証システムでも生体以外、大根で作った人工紙を登録でき、装置がある。これらの問題には、例えば生体以外のものに反応しないように改善したり、装置の精度を上げるなどの対応がなされているが、システムが効果になり、また、認証技術開発者と脆弱性研究者とのいたちごっこの状態である。これらの突破方法の多くは、登録や、 認証の際に通常とは違った不自然な行動を伴うので、登録時や認証時の様子をつぶさに監視することで防げる場合もある。また、生体認証には次のような問題点が指摘されている。ただし、これらの指摘は必ずしも全ての生体認証技術に該当するわけではない。方式によってはもともと問題とはならないものや、すでに解決策が 開発済みのものもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。